今日は YouTube 生配信をしていてちょっと時間を忘れて遅い時間になっちゃいました。ごめんなさい。ごめんね、ポンちゃん。どうぞ。そこにいた方がいいかもね。みんなが出てくるからね。はい、どうした？ポンちゃんどうした？よいしょ。あんずちゃんも自然に出てきてみる？いいよ、出て。あんずさん、あんずさんどうですか？どうする？あんずちゃん、やめとく？開けとくからね。はい、遊び三兄弟。一人は母。はい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 。あんずちゃんはそこの境界線を出るのか出ないのか。ふい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 。境界線出るのか出ないのか、ついこの間までやってたのは誰だ？あ、ちゃこちゃんか。その前がしおんか。ちゃこちゃんはすぐ出たっけ？しおんくんは？しおんくん最近ちょっと大人の風情だね。みんなが遊んでるの眺めてるね。そうか、テンション高い人が苦手か。ちょっと待ってくださいよ。ちゃこちゃん、ちゃこさんはちゃこさんやりすぎ。まあまあ出てきたのにすぐ引き返したね。あんずちゃん、ちゃこちゃんはさ、今日でそういえば手術1週間だね。はい、もう君は大丈夫ですね。あとは糸が消えてなくなるのを待つだけなんですね。あ、そう、じゃあ消えちゃったか。あんずちゃん、ちょっと出てみたら。
自分の記憶にないかもしれないけど、今ね3回か4回は外出てるよ。器がまだ回収してない。いいの？アンズちゃんに逃げられました。はい、ちゃんくん。そうね、アンズちゃんも降りてくるようになったら、だいぶ人口密度、にゃんこ密度が高くなるので、そういう高いところで避難もいいね。アンズちゃん、アンズちゃん、朝のこと覚えてる？覚えてない？あ、忘れたね。もう一回なでなでからとか、後でじゃあやりましょう。シオンくん、シオンくんおいで。あげてもいいんじゃないの。シオンくんはちょっと出しっぱなししようか。ジャンくんが絶対大丈夫ってなるまで待つ。今日まで戻すか。じゃあ明日チャレンジする。それは出てたいよね。まあね、こっちの方の下の方がね。出てる時にいっぱい遊んだら帰って、あと何にするみたいな感じで、シャンプーを選んでいいかなって思って。外の方がさ、実は暖かいところに寝られるかなとは。こっちがあったかいかな。ハンモックがちょっとやっぱりあれかなと思ってんだけど、ま、あ、そうか。逆に大食いだから緩いんだとしたら、外にいると食べ物があるんだよね。じゃあ戻しましょう。今日はおやつで戻ります。こんなところで口が痛いとかするし、なんか他ペデミーの感じ。出るところを撮影できませんでしたが、今アンズちゃんはケージを出て、この辺にいるのかな。そこから見える。はい、戻りました。はい、ハンモックまで帰ってきました。ちょっと怖かったらしいです。あの、そこの窓の横のところに行ったのね。で、
いいんだよ。その代わり外でもなでなでさせてくれる？お願いしますね。そうだね。はい、おやつね。ここだよ。どうぞ。冒険しちゃってね。うん。悪いことをしたのを見つかったみたいに走って戻ってきたけど、いいんだよ。いいんだよ。そうだよ。うん、できた？なんかちょっと気になるの？ちょっとも食べるの？今日はご飯の後、うん、ね、またなでなで攻撃をしましょう。よしよし。カリカリも食べてね。それはね、食べ残しだよ。うん、しりしりしりな。うん、見てね。あ、もうちょっとなっちゃった。はい、よし、そう、食べね、どうぞ。ほらね、カリカリ食べてありこさん。はい、いっぱい食べてね。はい、しゅんくん、ご飯だよ。カリおいで、いいよ。はい、どうぞ。今日はいいかも。はい、チョコちゃん。おいで、おいで、どうぞ。シオン君の食べようとしているのは、そのケージの外から無理なんだよ。なんでやねん。今ちょっと食べた。ジャン君やポンちゃんのご飯をちょっとつまみ食いしちゃったチャコちゃんです。これはチャコちゃんのじゃないけど、チャコちゃん自分のとこに入れたよ。同じものが入ってるよ。みんなと同じだよ。ではジャン君ですね。ジャン君です。下だった気がするんだけど。ちょっと食べてね。じゃないでしょ。あれ、ちょっと待って。中から行かないと。そうなの。ちょっと待ってよ。チャコちゃん、ついに上に行っちゃっただけなのよ。行くよ。なぜそこから覗く。チャコちゃん、中入りなさい。そうじゃない。
ンズちゃんがさ、気に取られて、こっちに生きてる間にしょうこに食べられてるんですよ。アンズちゃん、しょうこに食べられてるよ。しょうこに食べ過ぎやめよう。確かにね、量は少ないんだけどね、お昼は。お昼っていうか、おやつは。ってことは、原因はチャコちゃんだね。うん、この遊びを、ここのとこ毎回やらないとご飯食べないじゃん。でこれ始めるとアンズちゃんがご飯食べるのやめて下に降りてきちゃうじゃん。アンズちゃんが食べ終わるまでやらなきゃいけない。そうだね。その間にシオンくんが全部食べちゃうってことだね。うん、じゃあちょっと食べる時間をずらしましょう。うん、じゃあ君はね、アンズちゃんが食べ終わった頃に、うん、アンズちゃん戻って、シオンくんをどかして食べてくれる？